ゲイツ軍はアメリカ合衆国のオスカロライナ州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は12,197人であり、2000年の1516人から16.0%増加した。軍庁所在地はゲイツビル庁であり、同軍で唯一の法人化町でもある。インナーバンクスのアルベマール湾地域にあり、 隣接するバージニア州のハンプトンローズ大都市圏に属している。ゲイツ軍の出身者には NFL バッファロービルズに属していたトマス・スミスやトロント・アルゴノーツに属していたウォルター・スミス一世などスポーツ選手が多い。超音川沿いの地域は他の水辺にある地域と同様先住民族が長く住み次第に高級的なものになっていた。ヨーロッパ人が接触した時は この川沿い領土の大半を、超ノック族インディアンが占有していた。ヨーロッパ由来の薬病に免疫がなく、それが蔓延したこともあって、インディアンは人口を減らし、侵入してきたタスカローラ族に追い出された。17世紀半ばから、イギリス人開拓者が入植してくると、ゲイツ軍は1779年に、ジョウォン軍、ハートフォード軍、 パーキマンス軍のそれぞれ一部を合わせて設立された。軍名はアメリカ独立戦争の1777年にサラトガの戦いでアメリカ大陸軍を率いたホレーションゲーツにちなんで名付けられた。ゲーツ軍となった地域にヨーロッパ人が探検に入ってくる以前、数千年前から先住民族が住んでいた。1585年、ラルフレームが超音川を探検した。 彼らは少なくともウィントンまで川を遡っていた。1622年、ジョン・ポリーがバージニアから長温を進む遠征隊を率いてきた。ポリーはバージニア植民地の国務官だった。1629年、ロバート・ヒース教にカロライナに入植する特許が与えられた。その範囲には現在のゲイツ軍が入っていた。1650年代、 バージニアから次第に開拓者がアルベマール湾に移動してくるようになった。ドリュー大佐とロジャー・グリーンがアルベマール地域に遠征隊を率いてきた。1654年、フランシス・スペートがレーナー湿地に近い300エーカーの土地に対する特許を与えられた。ゲイツ軍で最初のイギリス人開拓地は1660年にコーラピーク近くに設立されたものだった。 1670年、バージニアのナンスモンド軍のヘンリー・ベイカー大佐が、バックランド近くに2400エーカーの土地の認可を受けた。1672年、クエーカー教徒の指導者、ジョージ・フォックスがゲイツ軍を訪れた。フォックスはこの地を、不毛の地と表現していた。1676年、イギリス人開拓者が残っていた、チョノック族インディアンを破り、翌年には、 チョーノック族居留地を創設した。これはアメリカ合衆国で初のインディアン居留地となった。それは現在のゲーツ郡ベネッツクリークとキャサリンクリークの間にあった。1684年から1722年、この地域はジョウオーオン地区に属した。1711年、イギリス海外福音伝道会がセーラムにチョーノック族と土地のインディアンのための イギリス国教会の学校を設立した。教師はマーシュバーンだった。1738年、開拓者たちがバージニアのサフォークからコーラピークといいデントンに至る郵便経路を創設した。その駅場車道はバーフィールドで超音川を渡った。1806年、ミドルスワンプバプテスト教会がバプテストとメソジストの説教師に指導された南部における 第二次大覚醒運動の一部として、ゲーツ軍で最初のバプテスト教会となった。1811年、ゲーツ軍では最古のメソジスト教会である、サベージズ・ユナイテッド・メソジスト教会が設立された。どちらの教会も、奴隷や白人開拓者に説教を行い、会員として受け入れた。1825年、ラファイエット公爵がゲーツ軍を通り、 ピプキンの宿屋に投縮した。ゲイツビルの町は1830年に法人化された。コート通りにあった旧軍庁舎は1836年に建設された。この軍庁舎でも最古のものはフェデラル様式の金であり、1781年に購入された。南北戦争で最年少の南軍将軍になったウィリアム・ポール・ロバーツは1841年にゲイツビルで生まれた。 1850年国勢調査によれば、軍内に717の農園があったが、弁火を栽培していたのは15農園に過ぎなかった。1851年、レーノルドソン・アカデミーが設立された。1859年には自由国人が組織化したニューホープ・バプテスト教会が設立された。1878年、ジェスロ・グッドマンがゲイツ軍にピーナッツを投入した。 シューツとム長官となった佐渡幽霊は1899年に軍内で生まれた。ハンバーグ港バージニア宗教から3マイル南に作られたクロス運河、別名ハンバーグディッチはバージニアのノンフォーク港につなぐゲイツ軍の水路だった。1805年から1822年まで運用されゲイツ軍のダニエルズ道路にあった上陸点から東のディズマルシッチ運河まで ディズマル湿地を抜ける10マイルのまっすぐな運河だった。現在はディズマル湿地運河歓迎センターがそこにある。クロス運河は現在使われていない。20世紀後半、スポーツマンが小さなボートでハンバーグの地にあるゲーツ軍側の集団を使って湿地に入っていた。その後ハリケーンのために大きな樹木が倒れて運河を塞ぎ入れなくなった。南北戦争南北戦争 軍内の土地の大半は原生林で覆われていた。自作農の大半は多くの奴隷を持っていなかった。ノースカロライナ州だっ大会議には A.J. ウォルトンがゲーツ軍の代表になった。それから間もなくゲーツ軍の境を守るために最初の中隊であるゲーツガードが編成された。二つ目の中隊はゲーツミニットマンだった。ゲーツ軍は農業生産性が高かったので、 アメリカ連合国に食料を供給した。軍出身のウィリアム・ P ・ロバーツが南北戦争で最年少の将軍になった。ゲーツ軍生まれのローレンス・ S ・ベーカー准将はその腕を失ったことで知られた。もう一人の軍出身者、ジャック・フェアレスはバッファローズと呼んだノースカロライナ第一、統合志願兵連隊 E 中隊を立ち上げた。彼らは脱走者、無法者と、 南軍病の集団であり、地域の家屋を襲撃することで知られた。戦争開始後、地域に残っていたのは、女性と子供、それに戦うことのできない男性だけになった。バッファローズにとって盗み歩くのは容易なことだった。ジャック・フェアレスは、盗みで南軍から追放されていた。襲撃が始まってから間もなく、自衛に当たっていた仲間に殺された。軍内には、 南軍の砦としてディラード砦が建設された。軍内ではエリスガールズの話が語り継がれた。戦中のある日、少女たちが超音側で魚を捕まえている時にウィントンの町を焼くために遡っていた北軍の砲艦を目撃した。北軍兵は少女たちを捕獲し、町を焼き終わるまで砲艦に捕虜として拘束した。その後は無傷で釈放された。 1925年5月9日、超音川のゲーツ軍とハートフォード軍の間に最初の橋が架けられた。同年、アメリカ国道158号線がグレートディズマルを通ってゲーツ軍とパスコータンクの間に開通した。1935年、サンベリー・ルリタンクラブが設立され、州内初かつ最古のものになった。1940年、 ベックフォードジャンクションが廃止された。ベックフォードジャンクションは列車をサフォーク、エリザベースシティ、あるいはイデントンに行かせるために切り替えるところだった。軍来を最後の客車が通ったのは1954年だった。この年、ゲイツ軍歴史協会が設立された。1973年、AB コールマンがミルポンドにある広さ925エーカーの土地を州に寄付した。 これが、マーチャンツミルポンド州立公園の始まりとなった。1984年、竜巻がゲーツ軍を襲い、二人が死亡し、50万内市500万ベドルの損害を与えた。1999年には、ハリケーンフロイドがゲーツ軍を襲った。2007年9月、ゲーツ軍が州北東部におけるアメリカ海軍海外着艦訓練基地の候補に選ばれた。 ゲーツ軍は、軍政委員会、マネジャー方式の政府を採用している。この形態では、選挙で選ばれる委員で構成される。委員会が、日々の管理を行い委員会の意思を遂行する一人のマネジャーを指名する。委員会は、マネジャーの指名、条例の成立、政策の立案を行う責任がある。委員会は、小選挙区から選出される五人の委員で構成されている。 委員の任期は4年間であり、2年ごとに半数が改選される。ゲーツ軍は地域自治体の組織であるアルベマール自治体委員会のメンバーである。ゲーツ軍保安幹部は15名未満のスタッフで構成され、軍の秩序を維持している。5つの消防団が6つの消防署に駐屯し、常勤及びボランティアの隊員で構成される救急医療サービス隊が1つある。 ゲイツ軍は5つの地区に分けられている。各地区が軍政委員会の委員1人を選出する。それぞれの地区に有権者が投票に行く投票所がある。5つの地区とはゲイツビル、ユーレ、ゲイツ、サンベリー、ホップスビルの各地区である。土地投機官は4年間の任期で選挙で選ばれている。土地投機は1779年に始まり、課税のために 土地区画を整理した。誕生と死亡の記録は1913年から付けられている。軍内の退役兵のためには除退用紙を提供している。結婚許可証は16歳から18歳までは親の同意、16歳未満は判事の承認、18歳から21歳までは出生証明書の提示で発行される。銀行ローンを借りるとき、また、 家屋の代金を支払うときに、信託証明書も発行する。裁判所事務官も4年間任期で選出される。事務官は、法律違反、経済、重罪、民間記録、遺言、養子縁組記録、少年犯罪記録を保管する責任がある。アメリカ国道13号線のノースカロライナ宗教に、ある、歓迎看板アメリカが衆国国政調査局によれば、 軍域全面積は346平方マイルであり、このうち陸地341平方マイル、水域は5平方マイルで、水域率は1.45%である。ゲーツ軍、パーキマンス軍、カムデン軍、カリタック軍には、グレートディズマル湿地の60%が含まれている。1973年、ユニオンキャンプが湿地内に所有していた土地を、 自然管理委員会に寄付した。委員会が続いてこの土地をアメリカ合衆国内務省に寄付し、グレートディズマル湿地国立野生生物保護区が創設された。この保護区は広さ10万7000ウェーカーの湿地とドラモンド湖周辺の湿地を含んでいる。1811年、ノーフリート一族がミルポンドに最初のダムを建設した。 当時それで750ないし1000エーカーの水域ができた。ダムの動力でトウモロコシを製粉していた。1856年、ミルポンドが売却され、ウィリアムズミルポンドと呼ばれるようになった。1910年、チャールズ・ローレンスがミルポンドを買収し、マーチャンツミルポンドと呼ばれるようになった。1960年代、A.B. コールマンがミルポンドを買収した。 1973年、コールマンが、修立公園に使うという条件で、広さ925エーカーの土地を州に寄付した。今日マーチャンツミルポンド修立公園の広さは3200エーカー、ある。ゲイツ軍は7つの軍区に分割されている。ゲイツビル、ホール、レーノルドソン、ハスレット、ホリーグローブ、ハンターズミル、ミントンズビルの各軍区である。 ゲイツ軍の歳入の大半は個人資産への資産税から上がり、少量は商業資源から上がっている。主要産業は農業と林業である。観光とレクリエーションが重要性を増してきている。一下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ゲイツ軍の自治体と軍区ゲイツ軍教育学区には幼稚園前から12年生までの5つの学校がある。 高校は1校、中学校1校、小学校3校である。ローゼンウォルド学校は、ローゼンウォルド財団からの寄付金で作られた学校である。この基金は1917年に、ジュリアス・ローゼンウォルドが大半は南部の教育が行き届かない、田園部国人の子供たちの学校を建設することを奨励するために創設された。この基金は、町がマッチングファンドを用意し、 公金を使い教育委員会の支援があることを求めていた。当時の教育委員会は白人が運営し、学校は人種差別されていた。南部全体で黒人は賛成権を剥奪されていたので、黒人のための事業は通常資金がなかった。黒人社会は学校を強く支持し、基金を集め、時には土地や労働力を提供した。後者は昔から、 黒人カレッジだったタスキギー大学の建築士が設計したモデルに習って建設された。ローゼンウォルド財団はアフリカ系アメリカ人児童のために4977以上の学校と関連施設建設を促進し、1948年に解散した。ゲーツ群にはローゼンウォルド学校が7つあった。ある地域では学校がコミュニティセンターなどの用途に転用されている。 ありがとうございます。